あんたの旦那はもらったわよ。一緒にハワイに来ちゃったから、あとはよろしく。え？どういうこと？うちの旦那と一緒にハワイ？びっくりするのも当然だよね。一応報告しておいてあげようと思って。一週間夫が帰ってこなかったら、さすがに驚くでしょ？ってことだから、捜索願いとか出さないでね。え？それ本気なの？あなたたち何をしてるかわかってるの？というか、人の旦那と旅行って頭おかしいの？お互い同意の上だし仕方ないでしょ？他の女に旦那を取られるあんたが悪いんだよ。私の方が魅力的な女でごめんね。ありえないんだけど、本当に呆れたわよ。悔しかったら女としての魅力を磨けば？まあ、ババアには限界があると思うけど。ババアって3歳しか変わらないでしょ？なら、あなたもすぐにババアになるわよ。私は大丈夫なの。あんたと違って美容には気をつけてるし、同じように老けたりしないから。へえ、そうなんだ。ババアになって美容に気をつけないとか、マジで終わってるから。そろそろババアなこと自覚した方がいいよ。そうじゃなくても、ブサイクなんだしさ。ブサイクって、この年になって久々に聞いたわよ。あなた、人のこと見下しすぎじゃない？事実を言ってあげてるだけでしょ。ショックを受けるくらいなら、自己管理すれば？なんでそうなるかな。あ、そうだ。吉野さんにはお願いがあるんだった。よくこのタイミングでお願いなんてしようと思うね。内容によってはしっかりお断りするけど。人の命がかかってるんだよ。断れるわけないでしょ。え？何を？どういうことなの？病気の父親の看病をしてほしいんだよね。私がハワイに行ってる間の一週間だけ。よろしく。はぁ？何言ってんの？そんなに大切なこと、よく他人に任せられるわね。だから、吉野さんに任せてるんじゃん。前病院で受付してたんでしょ？だったら余裕だよね。病院の受付してただけだから、医者じゃないんだし、頼られても困る。こんな状況で人の旦那とハワイ旅行って、さすがに理解できないんだけど。仕方ないじゃん。ハワイ旅行はずっと楽しみにしてたんだよ。そんな状態で病気になる父親が悪いよ。少しの間だからさ、よろしくね。帰ってきなさいよ。あなたを育ててくれた父親なんでしょ？そんな浮かれたことしてる場合？旦那を取られちゃったからって必死すぎて受けるんだけど。まあ今までの女もそんな感じだったか。どういうこと？私、なぜか他の女から男を略奪しちゃうんだよね。私の手にかかれば男なんてちょろいってことよ。それだけ私が魅力的ってことかな。あのさ、自分が最低な女だって自覚はあるの？すごく自慢げに話してるけど、それは誇れることじゃないと思うよ。なんでよ。どの男も私が綺麗だからは引っかかっちゃうんだよ。付き合ってる女の魅力がないのも問題だけどさ、こんなに簡単に引っかかる男も男だよね。何を言ってるんだか。そのおかげで金持ち旦那も引っ掛けられたし、やっぱり持つべきものは美貌だよね。金持ち旦那？まさか、私の旦那のことじゃないよね。そうに決まってるでしょ。いつも身なりがいいし、それにイケメンだしさ。割といい男を捕まえたと思ってるわよ。そんなことで彼にお金があると思ってるの？残念だけどそれは見当違いね。今さらそんなこと言っても返してあげないから。ハワイ旅行は彼と熱々の一週間を過ごすの。ババアは黙っててよ。ご勝手にどうぞ。ああ、夫からも連絡が来たわ。昨日、飲みオールに行くって言ったのは嘘。実はハワイに来てまーすって。そういうことだからさ。ババアは、一人でゆっくり夫のいない時間楽しんでよ。こっちはこっちで楽しむからさ。あなたの旦那さんは知ってるの？知らないに決まってるでしょ。チクったらどうなるかわかってるよね。どうなるの？あんたの旦那がうちの旦那から慰謝料請求されるよ。お互いの首を絞めないように仲良くしましょう。それは私も同じことができると思うけど。そんなことしていいわけ？私は金のある旦那が払うことになるからいいけど、
あんたは稼ぎ頭の旦那が貧乏になるんだよ。旦那にも恨まれていいことないでしょ。どうだろうね。ま、そういうことだからさ、とにかくお父さんの看病は任せたから、私が帰るまでよろしくね。病院はこの前伝えたよね。じゃ。ちょっと、ふざけないでよ。そんなの勝手すぎるでしょ。ちょっと、ゆいかさん。吉野さん、元気？今日は、とある報告をしようと思ってるの。まったく元気じゃないわね。本当にあなたは最低よ。よくヘラヘラ連絡してきたわね。そんな怒らないでよ。謝ってあげるからさ。あなたの旦那さんとハワイ行っちゃってごめんね。一週間延長するから、うちの父親の看病はよろしく。今忙しいからそういうのは後にして。はぁ？何がそんなに忙しいってのよ。あなたの父親の葬儀中です。え？どういうこと？そのままの意味です。あなたの父親は亡くなりました。だから葬儀をしています。いやいや、そんなの嘘に決まってるでしょう。さすがに嘘の質が悪すぎるんだけど。嘘だと思うなら今すぐ駆けつければ？ああ、まだハワイに滞在するから無理なんだっけ。そんな、それ、本気なの？どうして？病状が急変したのよ。かなり突然のことで私も驚いてる。町内会のみんなで準備してるから、大忙しだよ。でも、ご本人は多少予期してたみたいだったけど。え？どういうこと？医者について話されていたの。いろいろと手配をした後のことだったからね。そうだったんだ。で、私はどうやって遺産を受け取ればいいの？あなたのもらえるお金はないから安心して。面倒な手続きは最小限でいいわよ。は？どういうことよ？お父さんかなり遺産を持ってたはずよ。あんた、まさか全部盗もうってわけ？そんな最低なことしないわよ。私は確かに看病代で多少いただいたわよ。でも、残りはすべて募金していたから、残ったお金はないのよ。嘘でしょ？なんでそんなことしたわけ？私っていうマナ娘がいるのに。マナ娘は今どこで誰と何をしてるのかしら？え、まさか、そんなことお父さんに言ってないわよね？もちろん、すべて話したわよ。どうして赤の他人の私が看病しに来たのか。そりゃ本人だって気になるでしょ？ふざけないで！勝手なことしやがって！一週間ちょっと世話したくらいで！そうよね。でもご本人は心細かったみたいだし、親が辛い時にうつつを抜かす娘よ。そりゃ誰だって呆れるでしょ。そんな、ひどい！お父さんの遺産を当てに生きてたのに！あなた、ずいぶん金にがめついみたいだしね。今の旦那さんとも金が目当てで結婚したんでしょう。いつもハゲだのジジイだの文句ばかりらしいじゃない。そんなことまで知ってるの？でもあんたには関係ないでしょ。もちろん関係ないわよ。これであなたとは縁を切るから、私は幸せな生活を取り戻します。残念でした。私があんたの旦那を返すわけないでしょ。このまま貢いでもらうから覚悟しな。ああ、返してもらわなくて結構です。むしろありがたいわ。は？どういうこと？私の旦那、今回クレカ忘れていったでしょう。それ、わざとだから。え？どういうこと？なんでそんなこと知ってるのよ。私とデートするときと同じ手口だからよ。結婚するまではたまにお金を出してくれてたけど、結婚してからはずっと私に頼りきり。紐でしかない旦那だったのよね。え？最初は愛の力でカバーしてたけど、時間が経つにつれ目が覚めてきたのよ。仕事をしてはやめてを繰り返して、私が養って、と思ったら他の女と遊び歩くようになって。え？知ってたの？結構前から知ってたわよ。でも決定的な証拠がないから黙ってたの。まさかあなたからベラベラと話してもらえるとはね。ラッキーって思ったわよ。証拠が出たからってどうするつもりよ。決まってるでしょ。慰謝料を請求するのよ。そんなことしたらあんただって請求されるわよ。私の旦那がブチギレたら怖いんだから。そうね。旦那さんすごい剣幕でブチギレてるわよ。あなたに対して。え、まさか
私の旦那に何か言ったの？当たり前でしょ。葬儀のこともあったし、すべて相談させてもらったわよ。土下座して謝られたわ。嘘でしょ？あんた、何勝手なことしてんのよ。旦那には嘘って言って、いろいろ隠してきてるんだから。そのつもりってことも伝えたわよ。どうやら私を含むママ友と旅行って言ってたらしいね。それなのに私が現れて驚いてたわよ。なんてことしてくれんのよ。でも、あんたも人生終わりね。がっぽり慰謝料請求されるんだから。そうね。私もあなたの旦那さんも、お互いがっぽり慰謝料請求することになったわ。離婚した後にね。え？どういうことよ。私は私の旦那と離婚するし、あなたはあなたの旦那さんに離婚されるから、帰国を楽しみにしていてね。ちょっと待ってよ。そんなの急すぎるでしょ。たかが一回の間違いじゃない。それくらいで大げさでしょ。他人の男に手を出しといて何言ってんの。好き放題やったんだから当然でしょ。自分の罪は自分で償いなさいよ。そんなの無理。私働いてないのよ。慰謝料なんて払う方法がないし。そうね。お父さんも亡くなったし、もう頼れる人がいなくなっちゃったわね。ねえ、謝ってるんだから落ち着いてよ。私、そしたらどうすればいいの？旦那は私のことを一生養うって誓ったし、あんただってこれくらいで旦那と縁を切るなんて。あんたが忠実じゃなければ養う義理はないでしょ？私も同様の理由よ。忠実じゃない旦那を養う理由はないから、お互い紐同士助け合って生きていけば？無理！そんなの嫌！私はずっと専業主婦がいいの！一人でなんて生きていけない！ならおとなしくつつましく生きていればよかったのに、謎の自己満足のために他の男に手を出すから、みんなに見放されるんでしょ？そんな。あんたには他のママ友も呆れてるらしいよ。片っ端から人の旦那に手を出してきたそうね。証拠がある人もいるみたいだから、請求される慰謝料が膨らんじゃうかもね。そんなのあんまりよ。私はちょっと遊んだだけじゃない。許してよ。遊び方を間違ったってことでしょ。人の男に手を出して自信にするなんてみっともない。何のスキルでもないから人生やり直してこいよ。一人になって自分がいかに無能か自覚しな。その後、ゆいかさんと吉野さんの旦那さんは急いで帰国。双方土下座をして謝ったものの、お互い許してもらうことはできず、そのまま離婚され、紐同士路頭に迷ってしまったそうです。住む家も見つからず、二人仲良く住み込みの工場に頭を下げて、低時給で働かせてもらっているようですよ。一方で吉野さんは、帰省中だった紐旦那と無事決別し、仕事に専念をしながら日々を充実させてるんだとか、自己満足をしたいからといって、他の女性のパートナーに手を出し続け、調子に乗った行動をし続けた結果、家族もお金も居場所も失ったゆいかさん。美容にお金をかけられなくなり、どんどん老け顔になっているそうですが、やっと身の丈に合う生活ができるようになるのではないでしょうか。